皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はアクアハウスの話をさせていただきたいと思います。こちらの今写真に写っているのはサーファーズガレージハウスというね、サーファーの方が楽しむ物件なんですけども、こちらが私の出発点で九十九里浜にあります。でこちらを作った時にですね、ものすごく入居者の方が楽しんでるっていうのを目の当たりにしまして、ならば自分の趣味であるアクアの世界でこれをやろうかなって思って探したところ、最初に購入したのがこちらになりますね。アクアハウス第1号物件ですね。こちらの物件はもともと古本屋さんだった物件をリノベーションしましてですね、で、まあ、アクアのイメージで青く塗ってですね、そしてあの亀が大好きな入居者さんが入ってます。かなりマニアな方でね、あのものすごい百何十匹といろんな生き物を飼育されてますけれども、まあ、続きましてね、これが第2号物件。これは私が使用している、まあ、ショールームと称して使用してますアクアハウスなんですけれども、いつもですね、アクアハウスの動画を配信しているのはこちらの場所になります。こちらはまあ年配の、 あの美容院をやってたおばあちゃんからですね、あの購入させていただきました。で今こんな感じであの水槽をたくさん置いてですね、で生き物をまあ百何十匹というスケールで飼ってますけれども、まあ、こちらからですね、あの動画の配信をさせていただいております。まあ、私の、 あの趣味の部屋でもあり、集まるあの入居者さんと集まる場でありと、まあ、こんなところでこれギガスの取材を受けたんですけれども、あの取材の方々がですね見に来てくれました。まあ、近々ギガスも発売されますけれども、まあ、そこで次ですね、これです。これが、アクアハウス6室目ということで、あの今リフォームの準備をしております。まあ、ここの物件の特徴はですね、かなり間口が広いんですね。なので、まあ、かなり奥行きのですね、130センチとか150センチとかそういう水槽が置けるということが売りになりそうだと思ってます。で現在の私のアクアハウスは、あのこちらも店舗の物件の築フルの物件をリフォームしたんですけれども、どうしてもですね、あの自分で作ったわけではないので、あの建築したわけではないので、この間口に制約があるんですね。ですから奥行き80センチとか90センチとか、まあ、限界があって、奥行き90センチの水槽が最大サイズだったということで、まあ、ここがですね、まあ、ピラルクを飼育したりするには限界がどうしても出てしまうということで、あのもうちょっと、まあ、アクアハウスいけないかなと、まあ、特徴的なもので出せないかなということで、まあ、土地探し、それから物件探しをしております。で、まあ、今あの小さな物件ではありますけれども、一人暮らしの方なんかにはあのいいのかなと、それから趣味を思い切り楽しんでいただくために土間だとか排水を整備していこうかなというふうに思ってます。まあ、結構アクアハウスで大事なこととして、水をこぼしてもいい土間、それから排水、それから給水、まあ、そういったものがですねあるとすごくいいのかなというふうに思っております。まあ、いろいろと今実験的にですね試してますけれども、まあ、あの土間の場合光熱費がちょっとかかるんですね。これはもうこの世界仕方ないので、まあ、ここをどう工夫していくかっていうのはこれからの我々の課題だと思いますけれども、まあ、あの思いっきりね趣味をあの楽しんでいただくためにですね、なるべく家賃を高くしないような設定をして、あのなんとかこの埼玉のエリアでですね、そして、まあ、一番大事にしているのはコミュニティなんですね。あのみんなマニアだっていうことで、まあ、皆さん仲良くやらせていただいてますけれども、まあ、一緒にね、私と一緒にあのショップ周りをしたりとか、野外でザリガニを取りに行ったりとか、それからイベントに出てみたりとかですね、まあ、そんなことを楽しんでおりますけれども、ぜひねアクアハウスチャンネル、これからよろしくお願いいたします。アクアハウスの第6号物件、6室目の物件に関しては、あのリフォームの途中、それからリフォームが終わった後、また動画に配信させていただければというふうに思っております。興味のある方はぜひねご連絡してください。それでは今日もありがとうございました。アクアハウスチャンネル、これからもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
ー。